こんばんは時刻は午後18分から19分になろうとしています速報でお伝えいたします長官チェックのスタジオから小,さん小森康典でございます、えー、米軍のオスプレイが屋久島沖で墜落したというニュースが流れておりました現在各社最新の情報を少しずつ出しておりますけれども え航空機関係の特に墜落事故があった時には、えー、目撃者の話というのが当然、ニュースに出てくるんですけれど速報段階で出てくるニュース、えー、航空機に関して、まあ、当然一般の方は詳しくありませんけれどそういう人たちの話とそして必ずしも記者も 航空関係に詳しいというわけではありませんので彼らの発する情報が最初の段階でインプットをされてしまいますとなかなかあこういう事故だったんだっていう固定概念がついてしまいます、えー、ひょっとするとそのニュースを見てしまった目撃者が証言がそれに引っ張られるというようなこともあり得ますので 現段階でどういうことが分かっていて何が分かっていないのかということについてこれから皆さんと一緒に読み解いていこうと思いますまず私が最初に目にいたしましたのが南日本新聞社が午後4時35分に配信をしていたものであります今から45分前に配信というものを最初に目につきました 大管区海上保安本部に入った連絡によりますと29日、今日午後2時47分所属不明のオスプレイが屋久島沖に墜落したと近くで漁をしていた漁師が118番通報しましたアメリカ軍の所属機で乗組員8人でした第10管区海上保安本部によりますと29日午後4時ごろ 現場海域で捜索している薬島町救難所所属船船から1人を発見したとの連絡が入っているということです鹿児島県危機管理課に入った連絡によりますと午後2時37分ごろ薬島空港近くの海岸にオスプレイが左エンジンから火を吹いて着陸したということです などは怪我人の有無をを含め詳ししいい状況を確認していま,すとまた海上保安庁によりますとオスプレイはアメリカ軍岩国基地から嘉手納基地沖縄に向かう途中でした目撃した漁師は屋久島空港に着陸すると思って見ていたら機体が横向きに23回回転し その後オレンジ色の炎を出しながら海面に墜落したと話しました会場は機体の破片が大小浮かび油の臭いが充満しているということですという記事を私は最初に読みました、まあ、このほか各社が出しているものを、まあ、必ずしも時系列にはなりませんが後ほどお伝えしていきますけれどまずもう今南日本新聞の 書いた記事でななんんとなく皆さのの頭の中にはオスプレイが火を吹いて墜落したんだとオスプレイというのはあ、まあ、これまでも事故があって怖い飛行機というかヘリというかあ垂直に上昇をして、えー、ホバリングもしてそして着陸もできるというしかし上空では飛行機のように飛んでいくというそういう,う航空機でありますけれど。 危険なオスプレイが落ちたんだというイメージがおそらくついているかと思います。しかしまあ考えてみますと近くで漁をしていた漁師の118番通報で所属不明のオスプレイが屋久島沖に墜落したとこのような通報が起こるというのはまずおかしな話であります。よほどよほほどど 米軍機に詳しくてで所属不明というのも要は機体の番号とかそういうものが見えていないということであれはどこの所属かわからないまあ日本ではえ基本その海兵隊の沖縄にいますけれどもそういったことまで分かって通報をしているとはまあ通常思えないのでまあこの時点であれ と思います、ね、で時間的に言うと午後2時37分ごろ屋久島空港近くの海岸にエンジンから左エンジンから火を吹いて着陸したとこれがまあ鹿児島県の危機管理課に入った連絡どこから入ったのか米軍から入ったのかあるいは目撃者のお話が 伝言ゲームのように伝わったのか着陸したという言い方をしています。着陸ですから着陸着水ではなく着陸ですかと、えー、まだよくわからないですよね。えー、というように、まあ、この一つの記事を読みましても不明な点がいくつもあるけれど しかし皆さんの印象にはあもうくっきりと残っているであろうと思われるということです、えー、KKB のニュースでこれが先ほどの南日本新聞にも早く配信されている午後3時13分の配信第10管区海上保安本部によりますと今日午後2時47分ごろ鹿児島県屋久島沖に米軍のオスプレイ1機が墜落したということです 乗組員の安などは確認中としています、えー、もうこの記事が配信されてから2時間ほど経っていますので最新のテレビやラジオでの、えー、情報とは異なることがあり得ますまた鹿児島県警にも島民からオスプレイが左エンジンから火を吹いて空港近くの海岸に墜落したと通報がありました目撃した漁師の男性は KKB の取材に対し 会場で機体がバラバラになっていていくつもの破片になっていたと話していますまた南日本放送 MBC は県や10巻によりますと今日午後2時47分頃オスプレイが左エンジンから火を吹いて墜落したと付近の住民から118番通報がありました10巻によりますと このオスプレイは米軍の所属で乗組員は8人と判明しているということです。10艦では巡視船や航空機を現場に向かわせています。県は現在情報収集体制をとっていますと。これが午後3時39分現在の配信記事。そして琉球新報社はそれより遅く午後3時51分。 さらに4時6分に更新して短く報じています。29日午後2時47分ごろ米軍所属のオスプレイが鹿児島県屋久島沖で墜落したと118番通報がありました。海上保安庁によりますと墜落機の所属先は不明で乗組員は8人、けが人がいるかなど詳細は確認中であると。 第10艦空海上保安本部が巡視戦とヘリコプターで現場に急行しているということであります。こういうときは NHK のニュースがやはりあの東京からの情報とかも含めて、えー、しっかりと伝えてくれますので NHK のニュースサイトを読んでみます。えー、これは午後4時54分 現在で、えー、リアルタイムで更新中ということでありますが男性アナウンサーが読んでいた原稿です29日午後鹿児島県の屋久島沖でアメリカ軍の輸送機オスプレイが墜落したとの情報があり海上保安庁が巡視船や航空機を現場周辺に向かわせています 海上保安庁によりますと、捜索のために向かったヘリコプターが午後4時ごろ、上空から機体の残骸のようなものを発見したということです。屋久島漁協によりますと、周辺海域で漁をしていた数隻の船が現場海域で捜索したところ、これまでに3人を発見したという情報があるということです。容体などは分かっていないということです。 大管区海上保安本部によりますと29日午後2時47分ごろ鹿児島県の屋久島沖で輸送機オスプレイが墜落したとの情報が入ったということですオスプレイはアメリカ軍所属で8人が乗っていたということですがけが人がいるかなど詳しい情報は入っていないということです また防衛省関係者によりますと墜落したのは東京のアメリカ軍横田基地に所属する CV22 オスプレイという情報があるということです。屋久島町によりますと鹿児島県から入った情報として事故があった場所は屋久島の東側にあるえこれは確か安房だったかな地区の東の沖合だということですと。はい で今、この原稿を聞いていただいても分かるように同じことを違う形で報じていたり原稿の取りまとめをしているデスクもまだ混乱しているという状況ですね。えまず、無事であるようにとそれが米軍であるとかオスプレイであるとかという話ではなく、まあ、それに過剰に反応される方もあるかと思いますが事故があったことは確かのようですので、えー、乗組員の安全 を祈るるととといいうののがままず最初のお話すすべきことであるかとは思いますそして、えー、墜落をしたとでこれが海上であるのか陸上であるのかすらこの第一報の段階でははっきりしていないということですね複数のニュースで確認されているのはオスプレイが落ちた、えー、どうやら左のエンジンから火を噴いていたようである。ただまあこれもニュースソーススソが1つであっ だとしたらまだ確認といってまでいいかどうかは分かりません。そして8人が乗っているということは通常外からでは分かりませんから米軍の方からの情報がないと分かりませんね。まあ、通常旅客機の場合パッセンジャーオンボード何人乗ってということは乗客名簿、乗員名簿を含めて。 えー、持った上で飛んでいるわけでありますけれど、まあ、今、戦争中ではありませんけれど、えー、この辺りの情報が米軍からでないと出てこない情報ではあります。8人乗っていて、1人救出、あるいは3人が救出された安否はまだ分かっていないというのが、今、手元にある情報のまとめであります。そして オスプレイには今 NHK は CV22 と言っておりまして横田基地所属空軍のオスプレイであるという情報もがありますという言い方ですねえ沖縄の海兵隊所属のものがうん航続距離は あの普通のヘリと比べますとオスプレイはかなりありますので本州との間を行ったり来たりというのは当然できる話でありましてそれが沖縄の基地所属の海兵隊のものであるのかなと私は思っていましたが NHK のニュースを聞くと CV22MV22 という,うものと。 CV22 という、まあ、基本的な構造は変わりませんけれどもその2種類あるということも現在のところまだしっかり確認は取れていないということですね。TBS ニュースリーグ午後4時23分現在の最新のその段階での記事でありますが海上保安庁によりますと午後2時45分ごろ 所属不明のオスプレイが薬島沖で墜落したと118番通報がありましたオスプレイはアメリカ軍の所属で8人が乗っていたということです墜落現場は薬島の東側の海上で陸からおよそ1キロほどの場所だということですつまりやはり着陸ではなかったということになりますね海上であるということですね また国土交通省の関係者によりますとオスプレイは山口県のアメリカ軍岩国基地を出発して沖縄県の嘉手納基地に向かう途中だったという情報があるということです海上保安庁が巡視船と航空機を現場に派遣し状況を調べていますともうすでにこの時間ですのでとっぷりと暮れているかと南の方ですがそれでも,、えー、もう暮れているかと思います オスプレイというのは要はヘリのように、えー、回転翼を,をです、ね、回して、えー、垂直に離陸着陸ができますでそれが上空に行ったところから移行モードから羽根、えー、ごと前でプロペラが回るようにして、えー、普通のプロペラ機のように飛んでいくという構造のものであります。 今回何らかのメカニカルなトラブルあるいはシステムのトラブルがあって、えーまあ、これまでも種子島や屋久島などにです、ねえー、予備的にというかあ結果,結果あ大きな事故にはつながっていないけれど緊急着陸をしたというようなことも、えー、あの米軍が勝手に飛んできて。 というようよなことでそれによって滑走路が閉鎖されてしまって民間機が飛べないじゃないかというニュアンスで報じられたりもするんですけどやはりまあ空を飛ぶものというのが何かあった時により安全な形で着陸をするさせてあげるというのはもう当然の話ですのでそれによって、えー、不利益を被る方がいたとしてもあまず安全でよかったねという話でありまして。 まあ今回、まだ乗組員の安否は分かってはおりませんけれども、何らかの異常を探知して、なんとか屋久島までえ行こうとしていたのか、というところが、まだこの目撃情報からは分かりません、周辺の情報からも分かりません、つまり着陸をしようとするまあ漁師さんが見ていたということなので、 その上空での飛行モードからえ移行モードを経てホバリングをしてエンジンを上に向けてえ回転翼が水平になるように飛んでいたところで左のエンジンから火を吹いたのかそれとも移行モードの途中であったのかとかっていうところもまあもちろん これから画像があればその画像の分析とかでですね事故原因を調べていくわけですけれどしかし今のところまだ何も何も分かっていない何も分かっていないということをきちんとお伝えすべきだというふうに思いますえあるいはまあ可能性としては突然火を噴いたということも考えられるわけでしかしまあそうであると えーまあ、そこそこそんな1000フィートやそこら3 0 0ーぐらいの高さのところを飛んでいるとは思えませんので着陸するかと思っていたという漁師さんの目撃情報を考えるとやはり何らかのトラブルがあって、えー、少しでも陸に近づいたりとかあ、まあ、安全に降りるというのは要は命がなくならないようにと。 いうことを考えてのことでありますけれどもそういったあことをですね、えー、あのパイロットたちが考えてやっていたのかということですよね、えー、ちなみに屋久島の空港はですね え島の北東側にあります、でえー、滑走路の向きが、えー、3、2ですので大阪空港と同じですね、えー、南東から北西に向けてのことでありますのでこの時期の風を考えますと。 えー、季節風、北寄りの風が吹いているということでいくと3、2南東の方から北、えー、南東から北西に向けて侵、えー、入をするということですので薬、まあ、久島の空港の管制は、えー、そこに管制官がいるわけではありませんが無線でやり取りをして確か薬久島の場合は、えー、リモートでの、えー、コントロールだと思いますけれどそことの コンタクトがあったのかどうなのかというところが国土交通省から出てくると状況が少しははっきりするのではないかなというふうに思います。えー、産経新聞のニュースを見ますと午後4時20分配信で 29日午後、屋久島沖に墜落したとみられるオスプレイについて、屋久島空港から2キロから4キロほどの海上に墜落したとの情報があります。防衛省によりますと、オスプレイの消えは午後2時40分頃レーダーから消えたと。 いいう短いニュースですね、まあ、このーレーダーが防衛省によりますとということですので通常の国土交通省が、えー、管理をしている民間機を完成するためのレーダーとは別のレーダーなのかもしれません。えー、毎日新聞は午後 お4時50分更新で、えー「パトカーと救急車が行き来屋久島男性」という記事を配信しています屋久島空港近くで働く会社員の男性49歳は午後3時過ぎに大きな音がして外を見ると空港に米軍のオスプレイが1機駐機場でプロペラを回しながら止まっていた。 パトカー3台と救急車2台が行ったり来たりしていてニュースで墜落を知ったが何が起こっているのかは分からないと困惑した様子でしたというふうに書いています。えっ、となると、となると、 えー、墜落してないのかということではなく、おそらく変態を組んで、えー、訓練飛行なのか、えー、何かしらの輸送の目的があったのか分かりませんが、複数の,複数のスプレーが岩国から嘉手納に向かっていたと、そして事故を起こしていない方の機体があ、そのまま屋久島に着陸を。 したということがま考えられますねと、えー、いうことでまあ各社あのー、手元に入った情報をまあ確認はしつつ混乱の中で報じているという状況かと思います私今こ,れこの件についてテレビを見ているわけではありませんがそこで出てくる情報というのはあくまで本当に断片的なものであり、えー、正しいかどうかもわからない情報であるということを 皆さんにお伝えしよくうドンという音がしてという表現があります。これはまあ航空機事故だけではなく他の交通事故であったりガス爆発であったりとかっていう時にドンというような音がっていうふうに言いますがドンという音でも 事故原因の究明につながるような細かなことを分かろうと思えばそれがそのドンという我々が日常使うドンという音あるいはバリバリという音とかっていうのも 非常に曖昧なところではありますもう、あの1秒を争うところで聞いている記者は、誰か見たとか聞いたとかっていう話を聞くと、それをそのまま書きますし、それを受け取ったデスクも、まあ、変な話、再確認の仕様がほぼありませんから、そこで聞いたことが、そのままニュースになってしまうわけですね、こういう速報の場合は。 なので、まあ、音のことは、まあ、今回ほと書いてあ,りますあの出ていませんでしたけどもあと機体がバラバラになっていたっていうのもそのこれは基本飛行機というものが航空機というものが飛ぶということは、えー、できるだけ、まあ、頑丈ではあるけど軽くしないと飛べませんので、えー、軽くするために装甲車のような重さで えー、その堅牢さを持つ飛行機っていうのは基本的にありません、えー、金属ジュラルミンであったりとかでは金属製ではありますけど基本もう風船を飛ばしているようなものであります通常の飛行に耐えられる加速度であったり衝撃で、えー、落ちませんよという設計もちろんそこに安全の度合いは残っ かけけられれてはいますけれど、えー、墜落した時に原型をとどめる航空物というのはありませんのでそんなもしそんな航空機をもし作ったとしたらそれは飛びませんのでロケットにしても墜落した時にはバラバラになるっていうのはもう当たり前の話ですので、えー、そこにはまあ 何の、まあ、意味はないとまでは言いませんけれどあの意味のある情報だとは私は思いません。えー、油が浮いていたというのもその油が、まあ、燃料系統の お油であるのかまた別の油であるのかというところは事故原因の究明にもおつながるところではありますけれどもそれもまだわからないということなので現段階で夕方のニュースもきっとトップ項目で大きく伝えているかと思いますそして米軍の沖縄の基地に反対する意見を持つ人たちあるいはオスプレイというものは危険なんだというふうに 言いたい人と言いたい人というのはあるかと思いますがもちろん新しい機体がああの登場した時にさまざまな初期不良的なことはありますししかし、まあ、自己原因を調べていくとやはりそこにはヒューマンエラーがあったとかシステムの問題があったのかというようなまあ 変な話どの機種でも起きうるタイプのものであるということが時間をかかければほぼわることが多いですもちろんオスプレイというのがあの特別な種類の機体であるので、えー、そこ特有の問題がないとは言いませんけれど、えー、まだこの墜落事故についての何らあ正しい細かい情報がわからない中でですね、えー 何かを自分の頭の中に記憶として固定してしまうのは非常に恐ろしいことであると。でこれは民間機であろうが、あるいは船舶であろうが、すべて同じことでありますので、まずその、うん、乗組員の無事を祈るということと、それからあ皆さん、情報を受け,受けての皆さんの情報の何というか、うん 感性の部分で、えー、ニュースが報じているんだから正しいと思ってしまうと間違った <laughs> あ記憶に引きずられてしまいますよということでございますはい、えー。今ずっとおしゃべり続けておりましたので皆さんの方が新しい情報をご存知かもしれません また、あ明日の朝になりましたら、ある程度、情報もまとまってくるかと思いますので、明日の朝刊チェックでお話をさせていただくことにいたします。以上、お天緑天子森りスタジオから、あ米軍オスプレイ墜落の一方についてのお私なりの考え方といいますか、ニュースの見方ということについてお話をさせていただきました。また明日、お会いいたしましょう。